ホラポス関西百名山ワンワン。おはようございます皆さん。時刻は7時43分になりました、はい、今日はここじゃん、JR は天地駅にやってきております。今日はここからですね、ここ天地ですね。あそこ見えますかね、笠形山右上なんとここから12キロも登山口まであるそうです。いやバスがね平日しかないんですわ。なんとここからのバスは平日しかない。今日は土曜日であります、うん、あここにもあるんじゃないですかね。これなんちゃうんですかね、まあ、なんか楽しそうなあれですよね、うん、日本遺産って。12キロ、今日は曇り空で走りやすそうです。あ、可愛い駅やね本当に、うん、ショース交際親玉から、ここから12キロ走って、はい、笠形山登山口に行きます、はい、でこう笠形山ぐるっと一周回ってきて、はい、また12キロ走ってここまで戻ってきます。鬼鬼プランですね。鬼鬼プラン、ここまで戻ってくると、はい、今日果たしてどんな一日になるでしょうか、はい、関西百名山69座を目指しております、はい、いよいよ60座最後ですね、はい、60ナンバー、はい、今日も元気に行ってみよう。おう、ジンクさん、はい、トム・クルーズみたいになってますけど、またそうなんですよ、いつものキュービーさんでお世話になってます。あら、偉い、刈り上げはって6ミリのバリカンです。6ミリ、はい、やらすっきりおっさんみたいになってましたねすっきり気に入ってるんですよおっさん化してますひげは生えてませんこだわり卵の里、こだわり卵のクリームパンやって、卵かけご飯やって、何時からやね、帰りも通るんやったら帰り通るよ、帰り、おお、これいいね、米も美味しいやつ、帰りどうでしょう、卵売ってるでここに、ほら、自販機で、いやほんまや今さ600円だって結構するでこれ、あ、2パックか、500円か、値上げしますやって、へえ、ちょっと帰りに卵かけご飯を食べれたら食べて、美味しかったら考えな、はい、はい、帰ってこれたらちょっとこの辺寄ろう、どこなんやろ、親子丼やって絶対美味しいで置いたままできるんかないろりセカノスタって、どこやねん、あ、あるか、あ、ちっちゃい人んち、あそこにも登り立ってる、ずっと登り立ってる、アイスクリーム屋さん、取りまくり
こんなん初めて見た。っていうかひまわりも結構咲いてるやん。うめえな。なあ、両方とも満開やん。どういうこと？なぜひまわり？なあ、しかも枯れてないのよこれな。マンホールがひまわりやったんですよ。いや、よく咲くんかなこの辺と思っとったけど、年中咲くひまわりでも開発したってこと？はい、な、11月になるでもうな。待てろ。あ、そうそうそう、これこれ。市川。まさかこの時期にあんなね、可愛いひまわり見れると思わなかったから、ちょっとね、嬉しいね。せせらぎの家。結構大きいね。ちょっとこれはね、駅から10キロも離れてるんでね、さすがにここで風呂入られないけどね。送迎バスないんかね。うーん、一番上の千ヶ峰っていうんかな、あそこも百名山やね。だから本当はこの重曹ずっとしたかったんけど、多分無理やろ、だいぶ距離あるやろこれな。前乗りでもせんと無理やな。重曹すごいね。ギャー、今度あれや、千ヶ峰の近くに泊まってこう重曹してきたやんじゃん。はい、距離は駅から 11.9 キロ、はい、1時間38分でやってまいりました。はい、第一駐車場ですね。はい、結構止まってるやん。そうやん、人気の山らしいですからね。我々今日ここから、神社コースで登って山頂を踏んで、はい、で、どう帰ってくるんですかね。鹿ヶ原、笠野丸とか。あ、こっち、ショートカットコースは何種があるってね。高麗岩かな。ああ、なるほど。で、こう、ここに帰ってくるって感じですね。はい、あ、ここっていうか、ここやね。はい。ここに出るんですね。あ、二つに分かれてる。どっちでもええって言うとこやな、ここ。はいはい。いや、無事到着しました。9時32分、12.5 キロです、駅から。はい。はい、合流しました。はい、9時40分、こっちから来ました。この舗装路でも来れるみたいですね。はい、一応我々は山道で来ました。で、あ、はいはい。わかりやすいね。熊野古道に引き続き、今回は霊峰笠形古道です。すごいね。そんなんあるんや。獣王堂跡、ここに祀られていたと考えられているやって30万回やって。お経を唱えるとなかなか骨が折れる。ずっとお地蔵さんがあるね。ここ昔は段々畑だったんやろな。水田跡って感じ。なんか棚田とかなんか買い取ったやろさっき。どれが山頂や、あの正面かな。いや、わからんな。やっぱ近寄ると富士山っぽくなくなるからわからんよな。また舗装路に出てきました。はい、はい、9時53分です。休み堂神社まであと30分らしいです。休み堂やて。あと神社まで15分。あれ、まだ7分しか経ってないね。知らんやん。すっげえ急やでこれ。あと 400m やて。八角堂やて。いろいろベンチがあっていいね。10時2分です。急やな、これまたな。急や。これはガチで15分ぐらい使うのかもしれない。笠形神社まで、あともう少し。シュッとしてる。はい。10時10分、距離は 14.6 キロ。はい、いや、もうあまりのね、この大きさにびっくりしましたね。こんな山の中にこんな立派な。
現在地から頂上まであと1時間で。うん。すごい。想像より断然大きい。うん。うわ。びっくり。次の大木からなんかこうかけてなんかすごい涼しい風がパワーや、パワーがあるね。なんかすごい清々しいパワーを感じる。もうぜひ皆さんにも実際に来てこのパワーを感じてほしいですね。なんか絵も言われぬ力を感じますね。彫り物がとにかく立派でね。こんな山奥にこんな立派なとこがっていう感じ。こうす目落とすぎかなこれ。ああそうやな。ね。うん、あ書いてある書いてある。いかにもなんか寄り添ってるって感じだ。あなんか一気に空気が変わったもんね。樹齢何年ぐらいなんやろな。へえ。ご神木の大ヒノキがここから切り出され姫路城へ運ばれていきましたって。正直なんか姫路城よりこっちの方がだいぶパワー感じるけどな。あ言っちゃった。ここの地より運び出されました。で、ここ跡って書いてあるよ。はい。今日のやつ、銀座西川。毎度おやじみ。今日は月替わりじゃないんですよ。月初だけやからね。はい、案です。案、案入り。はい、くれいこう。うんかい。うん、はい。このパンはね、パサパサしてないから、喉が乾かないんよね。一気に1000円もするんやけど、ちょっとご褒美ですね。何の褒美や。歩きやすいですね、またね、うん、ちょっとこの辺細くなっていくかな。ああ、日が出てきたね、綺麗やな。いや結構急な段差がここちょっとだけですけどあります。ここ頭上注意です。様相が変わってきたと言っております。そうやね、なんかすごいスピリチュアルになってきたよね。この苔むし方といい。あーすごい。見晴らしベンチに到着しました。はい、10時30分。15.2 キロです。はい。わー。おー。おイエーイ。あーちょっとこの日の差した具合がいいね。はい、休憩します。はい、休憩入ります。今日のやつ、ドライマンゴー。マンゴー。マンゴー。おイエーイ。ベトナム。輸入品らしいです。砂糖とか不使用らしいですよ。めっちゃ濃厚なマンゴーを何する。マンゴー。
美味しい。なかなか出んな。笠の丸までの道です。なかなかです。直通って感じ。16分、はい、距離は 16.3 キロ、はい、笠の丸に到着したと思うんです、はい、あれこれ頂上とか書いてる。あ、頂上こっちですね、うん、これはトイレですね、はい、思ったより綺麗ですね。こどっぱりしてる。そう。あ、こっち行くと仙人岳の方やって、頂上はこっちやって、うん、戻ってこないからね、うん、あ、帰るときね。おう、なるほど。ちょっとピストンとか、ね、そう。遠くから見れば、どの峰もお坊さんの過去のように見えるらしい。京都の愛宕山から傘をかぶせたように見えることからとの説もありますて、はい、20分、はい、頂上もあと30分って書いてます。そこ20分って書いてある。あ、もう増えてますね。なんか2、30分じゃ合うぐらいの感じ、ね、知らんけどなっていう感じ。あ、そうそう、うん、あんたの実力によるけどかって感絨毯通り、落ち葉の絨毯。17.3 キロ、はい、関西100名山第69座笠戸山立ち会いました。ました。登頂。おお、すごい。おお、あ、そこに9.39って書いてある。あ、おお、すごい、いい眺め。すごい、こっちも、うん、こっちが海の方かな。はい、純吉弁当あります。じゃんじゃん言うほどのもんでもないんですけどね、うん、みかんと、これ実家から送ってくれたお魚バーグ、アジをすりつぶしたやつにひじきとか栗とか入ってるらしいです、うん、美味しいですよ。うん、これいつもりゅうちゃんの弁当に入れます。これはピーマンとシーチキンと人参のきんぴらで、ゆかりご飯ですね、梅干し、はい、いただきます、はい、あります。大和弁当。こういくんや、うん、11時40分、え、17.4 キロですね、まあ現在、はい、昼食を終えまして下山したいと思います。しばらくピストンです。はい、本当はね、そっちの後ろにね、重装路が見えてるんですけどね。今日はこっちにいます、はい、周回コースです。笠の丸。
行こうか。11時54分。18.3 キロ、はい、通過します。下りは早いな。うん。下登ってきて、こっちに降りて。え、道やん。すっごいいいコースやったよ。蓬莱岩まで25分やって。蓬莱岩行かなあかんね。蓬莱岩行こう、うん、すごいね。これはいいコースやね、うん、11時59分です。 18.7 キロ地点。はい、ちょっと休憩します。あ、休憩入りますか。はい、いやすごい行きと全然違うね。自由や、ほんま倍楽しめるという感じ、うん、すごいね。12時6分、はい、18.8 キロ、鹿ヶ原です。はい、鹿がよくおったんかね。結構急。おー、ほんまや。はい、時刻は12時18分、距離は 19.5 キロ、はい、こんな表示のあるとこにやってきました。まっすぐ行ったら蓬莱岩、左に行ったら仙人岳のようなんですけども、はい、蓬莱岩にちょっと寄り道してみたいと思います、はい、ここに戻ってくると。でもこれが蓬莱岩ではないらしい。なんか立派な岩やからな、これか、もうちゃうらしい。うん、でも降りたの間違いやろ。え、ここ降りたのが間違いなの。これが蓬莱岩です。で、前ヘッポコさんが思っとったけど違うとか言って、もうちょっとしたやつやな。まあでもこれってことにしとっか。いや、行く。ヘッポコで吉久さんで吉久さんのことよう分かりました。それではないって言ってはったんですけど、うん、じゃあその本物がちょっとどうなんかなっていうのがね。はい、諦め。はい、その諦めがいいのが我々のいいところですね。仙人岳に向かいます。切れたってるんで気をつけてください。はい。って感じしますね。おお、これは神社コースからの方が楽かもわからんな。上りは階段や、階段やから上りやすいし、あんまなんだかんだ言うてな、うん、これは登るの大変やわ。細いな。うん、細い。時刻は12時38分。距離は 20.2 キロ。ここで炭焼いたんですね。うん、めっちゃ釜わかりますね。もうところどころ紅葉しててね。うん、この時期この山ほんといいね。走りやすいし。もうバリエーションに飛んでるからね、飽きないね。どうですか、リュウさん。はい、クマの目撃情報がこの辺りで新しいです。はい、クマ鈴はよく鳴るのにしましょう。あんまり安いクマ。あ、書いてあるわ。あ、ほんまや。
2027年。ああ。なんか今年の5月からもうあったよね。あったみたい。千人滝、こっちです。はい、あと6分。イエーイ、はい、おい、イエーイ。12時42分、距離は 20.3 キロ、千人滝です。あの、ワカメ四十八滝に行った時のような迫力は全然ないんですけど、もうこの水のサラサラっとした流れが、すごいなんか、清らかっていう言葉がふさわしいんじゃないですかね。おぉもうなんかすごいね、清らかな滝って感じ。わー。なんか心とかがあっても良さそうな雰囲気だね。わしは仙人じゃ頭が滝みたいやろおぬしに罰を与える何の罰やろこういうことちゃう感じやな。うまいな。いやさっきの滝の前後はね、結構道幅がね、狭く切り立ってたりしてね、うん、ワイルドな山の中にいるって感じやったんですけど、それを抜けたらまたこんな感じの杉の葉っぱだらけのふかふか状態ですよ。一日でいろんな山に行ったみたいな気分にさせられますね。うん、どうですか、リュウさん。そうですね。わしは仙人じゃ。褒美くれ。金のの銀ののくれ。純吉に罰を与える。褒美を取らせよ。ここに屋敷があったらしいですよ。僧兵、僧侶でありながら武芸を身につけ、広大な寺領、神領を守るための支援のことで。兵隊やったんやな。比叡山みたいなもんやな。もろに、延暦って書いてあるわ。もろに。目に触れないように配慮した場所。まあ、ここなんかね、敷地がすごいあるもんね。屋敷があったやて、今のような自衛隊みたいなもんか。わしは総兵じゃ。分かった分かった。お主を成敗する。登山道入り口に来ました。時刻は12時54分、はい、20.7 キロ、はい、あと37分で、駐車場の方で戻れるらしい。でもこれちょっと下り基調で走れそうなんで走ってみましょうね、はい、お主に罰を与える。はい、開けてみたいと思います。はい、パッパーオープン。あ、これでいけるんちゃう。あー横着禁止です。あ、これむずいな。あ、内側からかけるのはむずいけど、外側からかけるのはむずないな。ここ、立派な熊、ここにおったらしいで、蓬莱岩の。おー、いや、いいコースやったよ。おー、なあ。あ、こっちにも登山口あるんや。あ、こう行くと重装コースなんかな、ちょっと分からんけどね。分からん。まあ、なんせめっちゃええコースでしたよ。ここの時刻が13時10分、はい、22.2 キロ、はい、あ、ここの予定、到着予定は30分やったんですけど、やっぱ走った方が早かったね。20分ほど短縮できました。杖もあるしね。いや、いい山やったね。そして我々には残されたミッションがあります。親子丼の店は開いているのか、果たして。アホ、それは途中や。途中12キロ走らないといけないっていうミッション。あ、駅までね。そのね、行く12キロの最中にね、親子丼の店と卵かけご飯の店があるというね、この楽しみがあるからね。全然ない。さっき弁当食ったばっかりやがな。
そんなの関係ねえ。食えるんか。食うよ。そんなの関係ねえ。すごいね。もりもり。いや、いい天気やし。もう1時やで、まだ。全然楽勝でしょ。関西100名山の割にはすぐ終わったな。そうやな。ああ、大阪五十線はすごい終わる時あったけど。ああ、そうやな。ああ、まあしかしこれ、登山道、今の林道とかを走らへんかったりとか、ああ休憩して持って行ってたりしたらそこそこ時間かかると思うし、うんうん、うんうんうん、まあいい山やったよ、本当。景色素晴らしかった。あの、足は仙人山に映る影がね、バーって動いていく様子とかね、すごい、ちょっと今まで見たことないぐらいの360度ビューでね、はい、すごいいい山やったと思いますよ。はい、リュウジさんはどうだったんですかね、仙人。いい山でしたね。もうええわ、足は仙人じゃん。もうええ。そうそうそう、うん、はい、13時17分、はい、23キロ、はい、23キロになりました。一周してきました。ねえ、A コース取りやったわ、これ。仙人崎コースから出てきましたって感じやな。はい。へえ、ちょっと自販機あるとこバイバイって感じなんで、また途中で探しましょう。ボーイボーイ。あったか？あ、いやー、あるはずや。あるな。うん、ある。あと12キロ、イエーイ。はい、北道を走ってます。はい、自販機がさっきね、無事あってね、冷たいお茶をごくっと飲みました。はい。はい、北道を12キロ駅まで下走ります。はい。コスモスとの共演がすごいよね。ここのコスモスえらいあれやな、密集してんな。うわー、かわいい。いらっしゃい言うてる。いらっしゃい言うてます。これ絶対美味しいやつやな。うんうん、のはマロングラッセとラムレーズンのダブルにしました。これ牛のマークやん、この持つとこ。りゅうちゃんのいちごミルクとオリジナルミルクです。ではどうぞ。これはね、うん、一口目はねちょっとコクが足らんかなと思うんやけど、食べ進めることに、うん、このさっぱりとした、うん、なんやろな、味わい深いこの素材の味っていうのがね、うん、どんどん広がってきてね、うん、どんどん美味しくなるね、食べ進めることに。何すんねん、りゅうちゃんの選んだ一番人気の、牛乳オリジナルミルク、うん、あれねバニラじゃないね、うん、ほんまに牛乳のコクだけで仕上がっててね、うん、いやほんま美味しいって感じやったね。このいちごとミルクの間違いない組み合わせをするあたりがこの人憎いよね。なんて、なんやん、どこ行くんやでもマロンとラムレーズンも美味しかった、大人の味でした、うん、ごちそうさまでした。はい、あ、早いな、ほんまや、親子や。長生き味噌汁付きとか言ってる、これ絶対美味しそうなやつやで。ちょっとあれ走ってあそこの卵かけご飯の店まで行ってみる。あと10分やで。あと13分。親子丼がまさかの2時半までやった。はい、卵かけご飯は3時まで出そうです。あと12分。これちょっと難しそうな気がする。ちょっと困難な気がしてきましたね、はい、それやったらもうしょうがないんで帰り重曹で半球そば食べて帰ります。はい、お疲れ。わあ、美味しい。最高か。めちゃめちゃ頑張って走ってね、この店の手前でもうコーンって産地の鐘が鳴ってね、あ、もうダメだったと思ったんですけどね、なんとか。おまけで入れてもらいました。入れてました。嬉しいですね。新米らしいです。あの笠形山の山道で作った新米だそうです。卵。卵美味しそう。こっちはサービスでつけていただきました。おー、すごい。うん。わー、美味しそう。はい。いただきます。もう幸せかやね。
ですね。やっぱりここもいい。ちょっとゆるまぜが好きな人なのよ。マジか。なんと朝6時って書いてあるわ、ほんま。すごいな。あ、日祝は5時まで、あのお客さんに、ね、合わせて、ね、やってはるんですって。6時に帰り来るお客さんがいるから仕込みは2時半からやってはるらしいですよ。吸い込まれていきます。こんにちは。商品が今出てるだけになってます。申し訳ないです。あ、よかった。もうないんかと思っちゃった。じゃあクリームパンを2個。はい。町の駅12番こだわり卵のクリームパンの駅、13番卵かけご飯の駅に行ってきました。両方コンプリート、はい、もう残り数めっちゃ少なかったんですけどね。ようやくどのクリームパンゲットできました。美味しいですね、はい。もうね、あの卵かけご飯の店のね、女の人がすごく親切で感動しましたね。感動しました。いや、500円ですっごい美味しかったね。うん、美味しかった。あ、幸せ、じわん。名草山方面です。こっちがセッピコさんです。市川を渡ります。いや、この街の温かさに触れ、この人とのやり取りが楽しかったですね。うん、山もいい山やったね。眺めも最高でね。手頃でね。ん、手頃で。うん、さらば仙人。わしは仙人じゃ。お主を罰する。って感じでした。いい夕暮れです。はい。時刻は15時54分、35.3 キロ、はい、まあ、ほぼほぼ8時間の旅でした、はい、もう日傾いてますね、はい、いや、ほんと楽しい一日でした。今日もありがとうございました、はい、大阪に帰ります、はい、まったねー。ガラガラ。